どうも、綿のつもりです。おい、パイ食わねえか。ひろゆき氏と女子シングルス大会やりました。総勢16名が松戸に集まりました。感謝感激。私は大会説明とか無理なので、ひろゆき氏お願いします。で、勝った同士で、2回戦行います。予選の中で、ね、勝った方と勝った方で先に行ってもらいますので、2試合目入ってしまった方はすいません、勝った場合は連続になります。よろしくお願いします。で、その後負けた方同士で、やってもらった後、順位別トーナメントに移ります。で、今4時10分なんですけど、5時から、ちょうどそのまんまこっちに1個コートが移動しますので、その際お願いします。ここはいいかな。一部の試合をリザーラを届け、予選の模様です。ルミさんサーブで試合開始。セカンド、ルミさんのストローク力強いですね。ナイスサーブ。ボルト、おしゃべりも楽しそう。最後にひろゆき氏からの試合総括コメントもございます。前に誘いましたね。曲がりましたし、打ちにくいですよね。琥珀さんも深いストローク、これも入ってる。乙女のストローク戦ですね。ルミさんのバックに集めてますね。切り返しました。伸びやかなストローク。このロブは入りました。ルミさん本当ストローク素晴らしい。低め。琥珀さんスライス使いになってますね。琥珀さんサーブ、ナイスサーブ。ルミさんのストロークやリターンをうまくいなしてますね。そしてナイスストローク。琥珀さんもナイスサーブです。ルミさんナイスコース。切り返しが見事。いや、素晴らしい打ち込みですね。見習いたいです。ナイスキープでした。ルミさんサーブ、良いリターンでしたね。頑張ってるなって思って。あ、頑張ってる。これはアウト。緩急のリターンですね。これは深い。これもバックに深いですね。これも逆サイドに深い。ルミさんの粘り勝ちですね。ルミさんのサーブリバース気味ですよね。前に詰めました。これはナイスキャッチです。サイドの展開から真ん中、これは深い。ルミさんのナイスショットでしたね。琥珀さんサーブ、ルミさんが振っていきます。粘る琥珀さん。ルミさんネットにかかって前に出にくくなりましたね。ルミさんコアを誘ってる。いや、琥珀さんナイスサーブでしたね。ここしかないコースでした。2人ともリターンが良いですよね。オープンコートへ素晴らしい振り抜き。これは惜しい。琥珀さんがキープしました。ルミさんサーブ、
良いところにスライスアプローチですね。ルミさんをじわじわ追い詰めてます。琥珀さん手堅いですね。ルミさんの攻撃が崩れてきてます。琥珀さんサーブ、ルミさん良いリターンでしたが惜しい。ここでドロップ、いろいろな球を混ぜてきてます。アウトですね。琥珀さんペースです。この打ち込みはミスしました。ナイスリターン、前に詰めました。これはルミさんナイスパッシングです。琥珀さん繋いでます。琥珀さん手堅くキープ。ルミさんサーブです。おお、返しました。ルミさんうまいドロップでした。うん、ナイスコースに集めますね。ルミさんのフォアを塞いでますね。回り込んだ。これはルミさんナイス打ち込み。ドロップでしょうか、惜しい。この打ち込みは惜しい。一本勝負です。ここで狙ってきました。ナイスシャット。ひろゆき氏総括お願いします。フォアの威力はお互いすごかったですね。琥珀さんの方がそれプラス安定感があったので、そこが勝敗を分けましたね。琥珀さん決勝進出です。ご視聴ありがとうございます。次回も乙女杯の予選をお届けいたします。